この動画は RS コンポーネンツの提供でお送りします。こんにちは。今日はシングルボードコンピューターの ROG5 シリーズを使ってみます。シングルボードコンピューターなんですけど、皆さん使ったことありますでしょうか？イチケンチャンネルでは以前ラズベリーパイ4を紹介したことがあります。今度ラズパイ5が出るんですが、それも使ってみます。でですね、今回なんですけども、逆にラズパイ以外のシングルボードコンピューターってどうなのっていうことで、こちらの ROG5 シリーズを見ていきます。見ていくのはこちら ROG5A と 5B の2種類です。実際に使っていくのは ROG5B の方になります。左側の 5A が廉価版モデル、右手側の 5B が豪華版みたいな位置づけです。メモリの容量別でラインナップがあります。4、8、16GB のモデルです。価格は税抜きで 16,600 円から 29,600 円のレンジです。今回の ROG5 シリーズは2つとも 8GB モデルです。こちらの ROG5A についてはラズパイ5と比べて5000円程度値段を上乗せするイメージです。 CPU、GPU の性能については後で比較します。こちらの ROG5A がラズパイシリーズに相当するモデルと一見的には認識しています。まずはハードウェアの構成をそれぞれのボードで見ていきます。まずは廉価版の ROG5A からです。こちら何か見覚えのある形をしていますね。そうです、ラズベリーパイです。かつて RS コンポーネンツはラズベリーパイシリーズを製造販売していました。ですけども現在は撤退しています。その後にグループ企業である OKDO が開発した ROG シリーズの販売に注力するようになったわけです。ROG シリーズとラズパイは基本的に同じフォームファクターです。穴の位置とかも互換ですね。ただちょっとしたですね、細かい違いがあります。 ROG5A とラズパイ5の違いですけども、このようにイーサーネットと USB の位置が逆になってたり、そういった細かい違いはあります。こういったピンヘッダーの位置であったり HDMI の位置、電源入力の位置なんかは同じです。まずペリフェラル部分についてざっくりと見ていきます。ここに 1GB イーサーネット、 USB3 と USB2 がそれぞれ2つずつ、イーサーネット部分についてはパワーオーバーイーサーネット用の端子があります。ここに冷却ファン用のコネクターです。重い処理をやっていると CPU はそこそこ発熱します。マイクロ HDMI が2つ、それぞれ 8K60p と 4K60p に対応しています。電源用の USB Type-C M.2 コネクター、こちら Wi-Fi のモジュールをつないだりするようです。でここにですね、小さいですけど電源ボタンがあります。電源ボタンがついているのはありがたいですね。シャットダウンした後に電源ケーブルを抜き差しして起動する手間がなくなります。この部分にはカメラ入力、映像出力用の MIPI コネクターがついています。裏表実装ですね。でそして次に40個のピンヘッダーがあります。これはラズパイ互換です。 USB ポートやマイクロ HDMI、 ピンヘッダーなどのコネクタ類の位置、基板のネジ穴の位置はラズパイと完全互換です。ちょっと裏面も一瞬だけ見てみます。裏面コネクターはついていませんが RTC と書いてあるので、リアルタイムクロック用バッテリーが接続できるようになっています。そして EMMC ソケットです。データ保存用のストレージとかをつけられるようになってます。最後にこちら OS などを焼いた SD カードを差し込むスロットがあります。ラズパイと違う点はこの M.2 コネクターがある点ですね。2230サイズの E-Key コネクターです。 ROG5A には Wi-Fi 搭載されていません。なので Wi-Fi モジュールをこのように後付けするためのものになります。 ROG シリーズですが Wi-Fi を標準搭載はせず、後付けもしくは上位グレードのみ搭載という形態をとっています。こちら ROG5A の SOC には6チップ RK3588S を採用しています。コーテックスの A76 の4コア 1.8 から 2.4GHz、 それに加えてコーテックス A55 の4コア 1.8GHz を加えた合計8コアを搭載したものです。ラズベリーパイ5の SOC はブロードコム BCM2712 を搭載しています。これはコーテックス A76 の4コア 1.5 から 2.4GHz です。こちらベンチマークの比較結果ですが、 ROG5 の方が少し性能は高くなっています。 TDP はいずれも 12W です。こちらの SOC の中に GPU も一緒に入っています。 ARM のマリ G610 の 600MHz 内蔵です。続いて ROG5B です。 5A より一回り大きくなりました。まあ、手のひらサイズっていうところですかね。サイズ感としてはこちらのジェットソンナノに近いイメージですかね。だいたい同じサイズです。ペリフェラル部分について見ていきます。基本 5A と同じ構成ですが、 5B の方が追加でいろいろ入っています。イーサーネットについては 2.5GB イーサーネットになっています。 HDMI はフルサイズのものが2つ、それぞれ 8K60p と 4K60p に対応しています。あとはボードのこちら側に HDMI 入力もあります。ここに M.2 コネクターがあって Wi-Fi の増設カードなどを入れられます。
裏面には SSD が刺さる M.2 コネクターがあります。通常のよくある SSD が刺さります。こんな感じです。こちらの SSD から起動することも可能です。これについては後で紹介します。あとは RTC 用の電池を接続するコネクターもあります。 5A コネクターついてませんでしたね。これによってオフラインで電源を切った場合でも時刻を保持できます。5B の SOC は6チップ RK3588 を搭載しています。 PCIe3.0 に対応した以外は基本的にロック 5A の RK3588S と同じです。念のためロック 5A、5B で CPU、GPU の性能を比較してみました。ベンチマークします。まず CPU のベンチマークですが、こちら 5A、5B とも同じ結果になりました。次は GPU の性能測定です。ベンチマークソフトはミックスベンチを使いました。ラズパイ5は OpenCL のライブラリーがなかったので今回は実施していません。ロック5のミックスベンチの結果です。単精度不動小数点が 473GFLOPS、 半精度不動小数点が 944GFLOPS という結果になりました。他の製品と比較する際にぜひこの数値を参考にしてみてください。こちら SOC の発熱についてです。 5A、5B ともにファンレスでの動作も可能ですが、普通に使っているだけで SOC の部分結構熱くなります。冷却ファンも別売りであるので冷却ファンはあった方が良いです。こちらの発熱がどの程度になるかは後で確認します。ここまでスペックについて見てきました。結構高性能なシングルボードコンピューターかなといったところです。でここからは実際に使ってみたいと思います。起動にはイメージを書き込んだ SD カードか SSD が必要です。やり方については概要欄にある公式ページを確認してください。時間かからずすぐできます。今回は 5B を使っていきます。裏にイメージを書き込んだ SD カードを差し込んで、そして電源を入れると。実際に起動してみます。 USB ケーブル挿すだけで自動的に起動します。最初 5V なんですけども、ちょっと時間が経つと、はい、こちら 20V で給電します。 PD 対応しています。よくシングルボードコンピューターですと 5V 入力にしか対応していないケースがあるかと思います。推奨電流が 5A とかなっているとなかなか合う AC アダプターないんですね。その点ロック5ですと PD 対応していますので、手持ちの AC アダプターをそのまま使えるかと思います。ちなみに消費電力はシャットダウンした状態で 0.6W 程度消費しています。次に起動時間を測っていきます。 SD カードと SSD でどのくらい起動速度が違うのか確認します。まずは SD カードからです。用意スタート。起動時間なんですけども、ログイン画面が表示された時点でこちらを停止押します。それがですね、起動時間と今回は定義します。もうちょっとかかりますね。で、おー、いくか。はい、SD カードを使った場合の起動時間は22秒でした。次は SSD で起動してみます。 M.2 アダプターで Windows PC に USB 接続をして、フラッシュツールを使ってイメージを SSD に焼きます。取り付けは簡単です。通常のパソコンの SSD 取り付け方法と同じです。ちょっと注意事項なんですけども、冷却ファンを取り付けた状態で両面実装の SSD を使うと、冷却ファンの取り付け部分のプッシュリベットと SSD が干渉する可能性があります。その点だけ注意お願いします。 SSD から起動してみます。用意スタート。どのくらい速度が変わるのでしょうか。 SD カードと比べて、こちらの方が早いかなとは思うんですけど、この黒い画面出てくるの早いかったですね。カーソルも出てきました。はい、13秒ですね。圧倒的に早いですね、 SSD の方が。だいたい10秒くらい起動が早くなるといったところです。マウントされている SSD の容量もしっかりと見えています。今回の SSD は 250GB のものを使っています。ですので問題なく NVMe の SSD がマウントできています。次は SSD の速度テストもやりました。ファイルシステムにもよるかと思いますが、シーケンシャルライトで 1100MB/s 出てます。これだけ出ていれば実用十分かと思います。さらにシーケンシャルリードの方は 3000MB/s 出ています。一方でマイクロ SD の方はどうかというと、読み込みが 73MB/s、 書き込みは 13MB/s と明らかに差があります。これらの結果から何か大量のデータをストレージに書き込んだり読み込んだりする場合は SSD にした方が良さそうです。次は実際にいろいろ使ってみたいと思います。まずはウェブブラウジングからですね。そもそもこのボードでウェブブラウジングする人がどれくらいいるかっていう問題もありますが、実際はですね、ウェブブラウジング以外のもうちょっと違う用途に使うことは多いかと思うんですが、今回は分かりやすさ重視です。例えば Yahoo なんか見てみますかね。
まあ普通のパソコンと比べると若干のもっさり感なんかはありますけども、まあ普通にウェブブラウジングできてますね。問題ないです。ちょっと重めのですねウェブブラウジングもしてみましょう。 YouTube 見てみます。 YouTube に来ましたが、読み込みはちょっと時間かかりますね。それ以外はもう普通に見れます。一見の動画を見てみましょう。今一見の動画を再生していますが、問題なく見られていますね。解像度は今フル HD に設定しています。問題なく見れてはいるんですけども、一瞬だけですねこういう画面のカクつきみたいのがですね目立ちますね。動画をフル HD で閲覧していますが、消費電力はこのくらいです。だいたい 10W いくかいかないかぐらいのところをうろついています。動画を見ている時の CPU 温度はこの通りです。67度、8度、70度に届かない程度の温度上昇となります。結構暑いですね。サーモグラフィーで動作時の温度を測定しています。最高温度は73度。動画を見ているだけだと CPU はそこまで熱くなっていません。 CPU 以外の IC の方が熱くなっていました。ちなみに何もしていない時の最高温度ですが60度程度です。主にここら辺がやはり熱くなるようですね。やはり温度が高くなるということで純正で冷却ファンも出ています。こちら使ってみます。 CPU グリスを塗って、そしてヒートシンクを取り付けます。なんか方向に注意する必要ありですね。よし、つきました。ヒートシンクありで動画を再生していますが、 CPU の温度は45度程度で安定します。というよりかは45度を超えるとヒートシンクについている冷却ファンが回転を始めます。ちなみに OS 標準ではファンコントロールの機能がありません。ですのでもし制御したい場合はサードパーティー製のソフトウェアを使う必要があります。そちらへのリンクは概要欄にあります。もう少し重い動作をやらせたいということで、動画編集ソフトのオープンショットを使用して動画エンコードをしてみます。フル HD で書き出しをするとこんな感じですね。この時の CPU 温度はどうなっているかというと、だんだんと温度は上がってきています。50度台っていうところですかね。そしてそれに従って CPU の冷却ファンも回転すると。動画処理が中盤に来ましたが、温度は54度台です。この時の消費電力ですが 12W 程度消費します。カメラモジュールを取り付けてみたので、顔認識のテストなんかもやってみたいと思います。今カメラのデモを動かしていますが、こんな感じです。逆でしたね。顔がですねこういうふうに緑色のフレームで認識されているかと思います。これロックの性能とは関係なしにですね、学習に使っているモデルの精度があまり良くないので、顔の認識している精度があまり良くないですね。顔以外にも目を検出すると赤く囲うようにしているのですが、端っこの方に赤色が表示されてしまっていますね。まあでも問題なく動いているかと思います。ちょっと顔認識のプログラムを改良しました。こんな感じでちょうど目のところが赤枠になってますですね。目以外の口のところにも赤枠が表示されているんですが、これはですね推論するモデルがあんまり良くないのかなといったところですね。このように ROG5 の中で何か処理をさせて、そして GPIO から何か信号を出すと、そういったエッジコンピューティングプラスマイコン的な使い方をするのが一番面白い ROG の使い方かと思います。次はイーサーネットと Wi-Fi モジュールの速度を測ってみます。 Wi-Fi モジュールについては今回拡張カードを入れる必要があります。 ROG5B は標準で Wi-Fi はついていません。定格のスペックですが、イーサーネットが 2.5Gbps、 そしてこちらの Wi-Fi モジュールが 80MHz 帯域で最大 1200Mbps です。 Wi-Fi 6対応です。こちらに Wi-Fi モジュールを差し込んでネジ止めするだけで使えます。こちらの Wi-Fi モジュールなんですけども、 Wi-Fi だけではなくて Bluetooth 用のアンテナも付属しています。アンテナ2つあるのでこんな感じでつなぎます。速度測定ですが、今回は iPerf3 を使いました。スピードテストとかを使ってもいいんですけども、外部のネットワーク環境によってだいぶ速度が変わってしまいます。なので純粋に速度を測るために今回は iPerf3 を使っています。速度ですが、このような結果になりました。まず有線接続の場合です。上り下りともに速度は 2350Mbps 出ています。ROG5B に搭載されている 2.5Gbイーサーネットの速度ほぼ上限が出ています。まあ、普通に速いですね。次は無線を使った時の速度です。上り下りともに 620Mbps 出ています。
今回は Wi-Fi の電波強度がかなり強いところで測定しています。なので速度もかなり速くなっています。このように有線接続では 2.5Gbイーサネットのほぼ速度上限まで、そして Wi-Fi では 620Mbps となりました。この結果を見てみると Wi-Fi でも十分な速度が出ているかなというのが感想です。というわけで ROG5A と 5B を見てきました。ざっくりと見た感じなんですけども、全体的な性能は高めです。このようにですね、大きくて高速なストレージ、SSD なんですけども、直接載せられるっていうのは他のシングルボードコンピューターと比べて大きな利点であるかと思います。RS コンポーネンツの担当者から聞いた話ですと、大容量の SSD を積んでアニメ制作のスタジオでデータ保存用のファイルサーバーとして使っていた、そんな使い方もあるそうです。こちらのボードにはラズベリーパイと同じように GPIO のピンがあります。なのでデジタル入出力を利用して IoT 機器の開発などももちろんできます。 ROG5 のデータシートをよく見てみると気がつくのですが、 AD コンバーターが1つついています。こちらなかなか使いやすいかと思います。これを実際に使う立場になって考えてみます。こちらのボード Wi-Fi 搭載されていません。拡張ボードが必要です。 Wi-Fi 搭載していないので、その国ごとの電波に関する法律の影響を受けません。素早く流通ができて開発期間も短縮できるというのはメリットになります。ただデメリットとしては、こちら Wi-Fi モジュールを別途買う必要があると、その分のコストがですね、やはりかさんできます。実際 ROG5 はラズパイ5と比べてもですね、流通が結構早くて2023年の1月頃からすでに流通していました。通信機能をイーサーネットだけという必要最低限に絞って、ストレージや処理能力などを強化してユーザー側の選択肢を増やしているのかなと。ラズベリーパイシリーズのクローンという枠を超えて独自の方向性で進化している、そんな印象をこちらの ROG5 シリーズから受けました。もしこちらの ROG5 シリーズ気になった方は RS コンポーネンツから注文できます。注文リンクは概要欄にあります。ラズパイ以外で何かこういったシングルボードコンピューターを探しているという方はですね、ぜひ ROG5 シリーズについても対象に入れてもらえればと思います。それとですね、 RS コンポーネンツからお知らせがあります。電子部品通販サイトの RS オンラインで現在ボリュームディスカウントキャンペーンを開催中です。半導体や受動部品などの電子部品が最大 75% オフで購入できます。購入する数量が多くなればなるほど安くなってお得になるディスカウントです。詳しくは概要欄のリンクにありますので、ぜひ利用してみてください。もしこの動画が役に立ちましたら、コメント、高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。一見の公式 LINE もやっています。そこでしか出さない情報などもありますので、ぜひ友達になってもらえると嬉しいです。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。動画の最後になりますが、一見チャンネルを企業の PR に活用するのはいかがでしょうか。一見では製品の宣伝、工場見学、アウトリーチ活動、人材採用への活用など幅広く対応いたします。これ以外にもお気軽にお問い合わせください。動画を作成すれば、その後は再生され続けて動画が代わりに営業してくれます。やるなら早くをお勧めします。実績や詳細は概要欄にあるメールアドレス、ホームページからご連絡ください。それではご連絡お待ちしております。 T シャツ販売中、詳しくは概要欄から。